昨日ハロウィンだったっすよね。予定ありましたか？僕は寝てました。今日ハッピーハロウィンということで仮装大会やりたいと思います。ルールがちょ分かんないぞって。モンハンで仮装大会って何ですかって話ですよね。さっき寝起き1分で考えたんですけど、まずはい、まあ、テーマはハロウィンでかぼちゃとか着ていけばいいんでしょみたいな、狼男とかでいいんでしょみたいなノリで思ってもらってたら OK です。これはびっくりするルールなんですけど、2番目のルールが勝ち抜き形式、負けた人はなんと仮装大会だけに。負けた人は仮装大会だけに仮装します。つまり集会所からバンしますね。3番目のルールが、結局俺の好みで選びます。お、一人目来た。さあ皆さん、こういうノリで来てもらって大丈夫なんで、意外と紫と緑のあれですね、ハロウィンモチーフっぽさがなかなかいいかもしれないですね。今ね、一人目だからね、めっちゃ甘口コメントしてるけどね。お前普通にバンだからね、これ。ちょっとみんなこれ覚えてもらって、イノシシモチーフいいっす。おほこれ、名前出していいのかな。これネズミランドのプニキ。ネズミランドのプニキ。コメント出してもらっちゃ困るんですけど、ハチミツ好きそうっすね、確かに。P さんちょっと YouTube 的に危ういんですけど、まあさすがにこっちの勝ちということで、ちょっと仮装してもらいますね。よし、まあ、クマ背負ってなかったら分かんなかったよ俺。ハチミツより肉食うやつ、いやもう顔怖すぎやろ今の。おわ3人目、赤髪のおしゃ。お前名前で刺したわもう。お前大切な帽子持ってきてんじゃん。この帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。すごっ、まあ、よく考えたね、ガンランスの。初めて見たんだけど、このガンランス。腕があるからバン。そうですね、じゃあ腕があるんでバン。腕があるんで、ちょ、バンってことで。ありがとうございました。お、メイド。メイドいいっすね。ちょ、これパフォーマンスによっては、1位を塗り替える可能性が、ちょ、どんなパフォーマンスを見せてくれるか。見えましたか皆さん。ちょ、もう一回やってもらっていいですか。エロはダメね。ちょ、みんな、エロかったら勝てると思わないこと。今のではっきりしたでしょ。エロかったら勝てると思わないことね。結構、渋谷にいそう。渋谷にいそう。ちょっとニャンニャンポーズ、これ似合ってますね。非常に猫み。こっち向かないかな？こっち向かないからバンしようかな。口紅が濃いからバン。よいしょ。いきなりレベル高いですね。プニキを超える仮装は見られるのか。かわいい。お、なんだ？は？は？犬猫。ディズニーのものと D の名を継ぐものによって YouTube 腐れかけました。すいません。大変失礼いたしました。続きを取り行いたいと思います。おっと、ここで、これはもしかして、俺らが、俺、滝江さんついて見たことあるんだ。閃光のハサウェイみたいな。マフティ？マフティって誰？マフティさん。マフティって調べたら、マフティさん。これ？違う？ん？違くね？おお、おお、株の妖精？プードルみたい。目回るんだけど。目回るんで番で。ちょっと何にかしてもらっていいっすか？強すぎるんですけど。お、あ、すげえ、なんか FGO に出てきそう。なんかこれ。なんか船。船みたい。船娘みたい。こわ。こわ。怖すぎ、怖すぎ。あ、おーい。回線持ってほしいな。めっちゃプレーン。布面積少なかったら勝てると思ったっしょ。1位です。暫定1位です。さよなら。お前。まあ、ずっとこれやん。ずっと FGO やん。この人ずっとあれなんですよ。もうワールドの時からずっとこの装備しか持ってないんですよ。ずっとジャンヌ。
ジャンヌの一点張り。おお、なんか魔法少女感あってかわいい。かわいい。どっちだ。あっちあっち。どっちだ。あっちこっち。しょうがない。あ、じゃああっちということで。暫定1位。魔法少女。昨日即興で作りましたみたいなハロウィンのクオリティ。とこれは。これはカメラ目線じゃないんで、バンで。なかなかいい。かわいい。あ、そのポーズ、もうちょい。ちょっとだけ向こう向いてそのポーズできません？あー！ストーリーズやってる俺からしたらぶっ刺さりなんだけど。いや、これうまいな。名前もカエルなのがすごいわかりやすい。ちょっとごめん。いや、マジごめん。いや、マジ最後にごめん。ありがとう。にゃんにゃん。おピッコロっすね、これ完全に。ピッコロ100円みたいな感じやばくない？ピッコロ100円みたいな。ああ、ああ、これ何？サンプラザ中野くん。パンツはよ。おい、どうすんだよ、これ。助けて、視聴者も。これ、どうすればいいの？知ってる？お前が消えてからさ、俺、配信安定してたんだよ。これ、1位にしたら俺、また絶対バンされるんだけど。これでまあ、一回検証するわ。これ、一回、プニキを王座に立たせて、もう一回バンされたら、即バンしよう。もう一回俺の配信がバンされたら、即バンしよう。これ、なんだっけ？メグミンだ、これ。これ、メグミンだ！すごっ！このスバ、俺このスバめっちゃ好きなんだけど。うわ、どうしよう。エクスプロージョン。プニキが1になった瞬間またパンされたんだけど。じゃあ待って、犬猫どうすればいい。変な人来るし。今プニキをパンしたらさ、変態が1位になるんだけど。出し方なし。エルフ。え、すごい。しかも耳もなんかエルフじゃん。そんな装備あったんだ。ちょ、ティンカーベル。おい、ちょ、ティンカーベルってお前。お前、ティンカーベルってお前 D 社じゃないの。いや、まあまあ、バンされなきゃね。結局、プニキが悪かったから。エナ？エナ？エナ？いや、ちょっとな、ちょっと布団も太いんで、バンで。空っぽくね、これ。これ、金派の空っぽくね。なんでみんな今日 D で攻めてくんの？これ、しかもこれ鍵だよね、絶対。これ、ずるす。いや、これはちょっと、最近有名だからな。最近有名だから、さすがにこれ空が、D 変わって、ファイナルファンタジーでしょ、これ絶対。これ絶対ファイナルファンタジーでしょ。すごい。サムス。お前、大乱闘始まるやんけ。雷の呼吸、1の方か。雷の呼吸、1の方。赤歴一戦。え、これ中のコスプレ？え、わかんない、俺。スティーブ？え？似てます？これ。似てる？嘘？なんだろう。わかんなかったから、パンで。ごめん。これまた大乱闘始まりそうですけど。結構好きなんだけど。割とシンプルで好き。あれ、これ。あ、これもしや。これもし自分っすか。これもしや。これ僕っすか。絶対1位でしょ。尻尾かわいい。尻尾かわいい。え？え？え？何この装備？え？え、怖っ。え？初めて見た。え、怖っ。え、怖っ。ドンキーコング。あ！チュンリー。チュンリー。え、俺には勝てないよ。俺には勝てないよ。おい、うん、お、すごい、かわいい。海賊みたいな。すごい、なんかメイク可愛い人多いよね。後ろに釣った魚武器にしてんの草。渋谷にいそうなんで、バンで。よいしょ。
ちょっと好き、ちょっと好きだなこれ。しかもこれあれなんだよな、ウェコムンド時代じゃなくてこれまだ隊長だった時のアイゼン宗介のこのダサメガネなんだよな。いやちょっと好きだなこれ。いやちょ、一旦ね、一旦アイゼンしとくか。ムカつく。わかんなかった。お、これあれじゃん。これレインボーシックスシージいなかったこれ。これレインボーシックスシージいなかったこれ、こんなキャラ。え、これもしかしてあれ、これジョジョ違うか。え、なんだろうこれ、わかんない。なんか目がめっちゃジョジョっぽい。え、わかる人いる？鼻カマキリ。ヘア、そう、ヘア。おっさんリンク。顔やめろよ顔。いつからお前が1位と錯覚していた。いやこれはすごいな。ちょっと並んでもらっていいですか。ちょっとこれリンクの横行ってもらっていいですか。お幸せに。分かってってきたでしょこれ、リンクが1位って。全然手取ってもらえないし。全然手取ってもらえないし。どっちバンする。そうっすね、2人で揃ったんでリア充はバンということで、リア充はバン。よし、絶対悟空。絶対悟空。お前悟空で勝てると思うなよお前。絶対悟空だけど豪気だからバンで。なんだっけこれ、誰だったっけ、ラムちゃん、ラムちゃん。これ絶対ヤンマンでしょ。いや下半身惜しいな、下半身惜しいな、上半身バリ完璧なんやけど、いや下半身惜しいなこれ。ちょっと待って、ちょっと待って。おハゲやないかお前。ハゲだからバンで、あと3人ぐらいで終わろうかな。え、何これ、え、なんか絶対なんかのキャラ。ホライゾン。ふわっと着地。あ、なるほどね。いや、わからんな。でもちょっと。一瞬俺サンシャイン池崎かと思った。一回ホライゾンにしてくじゃん。俺がエーペックス好きだから。はい、じゃあ今日の優勝は、ホライゾンということで。いや終わりますか、じゃあ今日。